この動画では、Adobe プランの変更方法をご紹介します。Adobe のプランまたはサブスクリプションを変更する方法。Adobe から購入したプランは、Adobe のアカウントページで変更できます。月々プラン、月々払いへの変更をご希望の場合、年間プランの一括払い、年間プランの月々払いから月々プランの月々払いに変更したい場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。Adobe のプランまたはサブスクリプションを変更する方法から、Adobe アカウントの URL のリンクをクリックし、ご契約中の Adobe ID でログインします。プラン管理画面が表示されます。プランを管理を選択します。プランを管理が表示されない場合、契約後すぐには画面にプランが反映されない場合があります。時間を置いて再度お試しください。プランを変更を選択します。プランを変更が表示されない場合、支払いが処理中の場合、このオプションは表示されません。数時間ほど時間を空けて再度お試しください。それでもうまくいかない場合は、支払いに問題が発生している可能性があります。Adobe のプランまたはサブスクリプションを変更する方法から、プランを変更が表示されない場合の支払いに問題が発生している可能性のリンクをクリック。支払い不履行または支払い遅延の修正の手順をご確認ください。右上の検索バーからプランを検索します。ご希望のプランを見つけたらクリックし、検索結果をご覧くださいのプランを選択をクリックします。年間プランの一括払い、月々払いを選択します。ストレージ容量を選択します。プランの詳細を確認し、同意して購入を選択します。プラン変更が受け付けられました。確認メールも送信されますので、内容をお確かめください。プランを変更できませんでしたと表示される場合、支払い方法を変更するか、数時間ほど時間を空けて再度お試しください。よくある質問。プランを変更するとどのような影響がありますか？プラン変更後は次のようになります。既存プランはキャンセルされ、適宜払い戻しが行われます。新プランは即時有効となり、新プラン料金が請求されます。毎月の請求日はプランを変更した日付に変更されます。年間プランの場合、新しいプランの次回更新日はプランを変更した日の1年後になります。Adobe プランの変更方法は以上となります。ご視聴ありがとうございました。